W56T は、東芝が日本国内向けに開発した AU ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN 対応携帯電話である W47T の後継324万画素 AF カメラブルートゥース約 800MB 内蔵メモリワンセグ地上デジタル音声放送実用化試験の受信機能等 東芝の以前の機種より劣る部分もあるものの、ハイエンドな機能を継承しながら、新プラットフォーム、KCP や二点八インチワイド UQL ディスプレイ、画面が三百六十度回転する、リバーシブルスタイルを採用した折りたたみ形態である。KDDI は、オーディオ連携機能の備わる、本機種を発売すると同時に、音楽分野の技術に長けたソニーと連携し、チャクータフルの楽曲を、 ウォークマンやネトジュックに転送して鑑賞できるリスもボードのサービスを展開した。これは当時の音楽配信市場で大きなシェアを持っていたチャクータフルの利便性を売りに高音質オーディオ機器と連携することで音楽のヘビーユーザーを取り込む狙いがあった。日経プラスワンの音楽形態特集では本機種について評価対象の32機種のうち第5位と評価し、 ブルートゥースやリスもイヤホンマイクをつなぎやすい端子カバー、ソニー製イヤホンの標準装備に言及している。2007年10月の発表当初には年内の発売を目指していたが、同年12月の時点で KCP 開発の遅れに影響され、出荷見込みが2008年1月下旬予定と1ヶ月、ずれ込んだ。2008年1月には全国販売の開始日を 同年2月1日と発表したものの在庫流通の事情を理由として沖縄県を除く地域でさらに延期となった。また発売直後から KCP の度重なる不具合が発生し同時期の KCP 搭載機種ソニーエリクソン W54S3 洋 W54SA とともに早期販売終了となり他の非 KCP 機種よりも早くホームページの 現行製品情報や総合カタログから外されることとなった。ワンセグ起動時には同社のソフトバンクモバイル向けのソフトバンク 920T 同様レグザと記される。日本語入力システムは長らく採用されていた東芝のモバイルルポから東芝製端末としては初めて ATOC4AU アポットが採用された。SAR 値が 0.114W キログラムと既存の au のハイエンド系、携帯電話としては非常に低く、2013年5月現在の時点においても、後の富士通モバイルコミュニケーションズ社製、東芝ブランド名義を含む歴代の東芝製の au 携帯電話としては最も低いものとなっている。などに対応している。ありがとうございます。